ウィンブルドントルフィーウィンブルドン選手権は、イギリスロンドンのウィンブルドンで開催される、テニスの4大国際大会の一つである。本大会の名称は、以前は、ザ・ローンテニス・チャンピオンシップス、オングラスであった。この名称が短縮され、現在は、ザ・チャンピオンシップスと呼ばれる。日本語では便宜上、全英オープンと呼ばれる場合もある。毎年オールイングランドローンテニスクローケー。 クラブを会場とし、原則として6月最終月曜日から2週の日程で開催される。開催期間中の第1週と第2週の中間に位置する日曜日をミドルサンデーと呼び、この日を休養日として設ける伝統がある。この伝統は一貫して遵守されてきたが、1991年にミドルサンデーに試合が行われた。雨天による日程の消化不良が深刻化したためだった。 1997年と2004年、2016年も同様の理由からミドルサンデーに試合が行われた。この時期のウィンブルドンは雨が降りやすく試合が中断されることが多い。試合や練習の際には白いウェアを着用することが義務付けられていることも伝統となっており、これは1884年の同選手権女子シングルス部門の初代優勝者であるモード・ワトソンが 白で揃えたウェアを着用していたことに由来する。この規定は色だけにとどまらず、ウェアの形状にも及んでいる。1985年大会で全身タイツのようなウェアを着て試合を行ったアンホワイトは翌日にはそのウェアの使用を禁止されている。開催国イギリスの優勝者は1977年の女子シングルスでバージニアウェード以降男子シングルスで1936年の フレッド・ペリー以降現れず、ウィンブルドン現象という言葉まで生まれた。優勝決定後の表彰式の準備の手際の良さも見どころの一つである。優勝者には、クラブ会長、ケント公爵、エドワード王子からトロフィーが授与される。屋根が設置されたセンターコートイギリスでは、ロイヤル・アスコット開催、ヘンリー・ロイヤル・レガッタ、並びにこの大会が終わる7月下旬に開催される。 全英オープン選手権と並ぶ社交界最大のイベント、かつイギリスの夏の最高峰のイベントとして知られている。1897年大会1901年大会の女子ファイナル第1回大会はセンターコートに置いてあった芝生の手入れ用のローラーが老朽化したため新しくする資金集めを目的に1877年7月9日から始まった種目は 男子シングルスのみで21人のアマチュア選手が出場した。この時にコートの広さや得点方法など様々なルールが決められた。初チャンピオンとなったスペンサー・ゴアには25ギニーのトロフィーが贈られた。1884年に女子シングルスとそれまでオックスフォードで開催されていた全英男子ダブルスがウィンブルドンで開催されるようになった。 1913年には女子ダブルスとミックスダブルスが加えられ、1968年にはプロ選手の参加が認められた。2009年にはセンターコートに引き込み式屋根が設置され、同年6月29日、ディナラサフィナ対アメリモレスモの試合において初めて使用された。屋根は午後4時39分より動き始め、4時46分までには完全に閉じられた。 午後5時19分、屋根が閉じた後初めてのプレーが、モレスモのサーブにより開始された。2015年より、それまで2週間だった全仏オープンとの間隔が、初めて3週間に引き延ばされて開催されることとなった。2020年は、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行の影響で中止される、オープン開口発、大会全体の歴史上でも戦争以外で中止に、 なるのは初で、第二次世界大戦の影響による1945年以来初の中止となる。1920年に、清水善造が日本人初のウィンブルドン出場選手として、オールカマー制度の決勝に進出。翌1921年には、オールカマー制度準決勝進出、世界4位になる。1931年に、全仏選手権でベスト4に進出した佐藤二郎が、 ウィンブルドンでベスト8に進出し、翌1932年にはベスト4進出、1933年にはシングルでベスト4、布井亮介と組んだダブルスでは決勝進出して世界3位になる。1934年にはミキリュウキが混合でイギリス人のドロシーラウンドと組んで優勝4大大会日本人初のタイトルとなる。百六十九年に 沢松和子が全仏選手権とともにジュニアで優勝。1975年には日系米国人のアンキヨと組んでダブルスで優勝。1995年に松岡修造が日本男子62年ぶりのベスト8進出。翌1996年に伊達君子が日本女子初のベスト4進出。2000年には 全米選手権で優勝した杉山愛とフランス人のジュリー・アラール・デキュージスペアが準優勝。杉山は2002年にベルギーのキム・クライシュ・テルスと組んで準優勝。同ペアは翌2003年に全仏、ウィンブルドンともに優勝した。2004年に杉山はシングルで日本女子史上2人目のベスト8進出。近年では西小里慶が2008年に初出場。2018年。 2019年にベスト8となった BBC が1937年からウィンブルドン選手権の放送を担当しており2005年の実績では全チャンネルで約900時間を放送したまた決勝戦は必ず試合終了まで生中継しなければならない2018年現在日本ではワウワウが衛星放送権を NHK が地上波放送権を持つ 過去の放送権については、日本では、シングルスは、テレビ朝日、NHK、ダブルスは、ガオラで長年放送されていた。シングルスは、NHK デジタル衛星ハイビジョンで、全日程制中継され2003年までは、NHK 衛星第一テレビでも、大半の試合を生中継していたが、年々 NHK が、ウィンブルドン放送を担当する時間は大幅に、 検証していき2008年からは NHK に代わってワウワウがウィンブルドンの衛星放送権を獲得している。NHK は地上波総合テレビのみでの放送となり、毎日24時台4時15分の日付起点時間までの終夜体制で録画中継を行う。生中継は一旦廃止されたものの2012年から男子シングルス決勝と女子シングルス決勝の生中継が復活した。 また大会終了から1週間後に衛星第一でシングルスの決勝戦を2時間程度にまとめた録画版を放送している。2010年は他のスポーツ中継や参議院議員通常選挙の時期と重なり、教育テレビで放送を行った。また2014年も FIFA ワールドカップの試合時間がウィンブルドン選手権と重複するため、一部開催日で E テレに振り返って放送する。 2015年は通常の中継のほかインターネットでも配信を行った男子シングルスの優勝トロフィースターリングシルバー製の高さ18.5インチ直径7.5インチのカップが1887年以来授与されている実物はオールイングランドクラブの所有物でありオールイングランドクラブの博物館に保管されているため優勝者に授与されるのは実物の3 4の大きさの過去のすべての優勝者の名前を刻印したカップである。女子シングルスの優勝トロフィーは1886年、以来スターリングシルバー製の直径約18.75インチ、大皿、ビーナスローズウォーターリッシュである。男子シングルの優勝カップ同様に現物は、オールイングランドクラブの所有物であり、オールイングランドクラブの博物館に保管されているため、優勝者に授与されるのは、 過去のすべての優勝者の名前が刻印されたミニチュアのレプリカである。レプリカの直径は1949年から2006年までは8インチで、2007年以降は実物の3、4の大きさの13.5インチである。男子ダブルス、レディースダブルス、ミックスダブルスの優勝者はシルバーカップを受け取る。ダブルスの優勝ディオ1組に対し1つのトロフィーが与えられる。 他の世界4大,大大会とは違い、優勝デュオの各個人に一つずつトロフィーが授与される。男子ダブルスの優勝カップは、もともとは、オックスフォード大学のローンテニスクラブのもので1884年に、オールイングランドクラブに寄付された。女子ダブルスの優勝カップは1949年に、当時のケント公爵夫人から、オールイングランドクラブに貸しされたため、ケント公爵夫人のカップと呼ばれている。 ミックスダブルスの優勝カップはシドニー・スミスの家族によってオールイングランドクラブに贈呈された。これらの優勝トロフィーは数ヶ月間オールイングランドクラブの博物館に展示される。各部門の準優勝者には銀製の名板が贈られる。各トロフィーは通常はオールイングランドクラブの長であるケント校によって授与される。ありがとうございます。